ニーハオリンリン。はい、ということで、今日も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リンリン卓球も1年以上動画撮らせていただきまして、いろんなテーマでやってるんですけども、実はまだ出してない動画のテーマがありまして、それが本当超初心者向けの技術、卓球やりたいなって思った人がまず最初に触れる。あ、そうですね。ラケットまだ持ってない方とか、そうですからちょっと見てもらって学べるような本当に一番最初の技術、フォア打ち、バック打ち、あとそのミックス、フォアとバックの切り返し、この3つを紹介していこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分のプレースタイルを決めるにはどうしたらいいですか？自分から取りに行くパターンがメインにするのか、それが相手のミスを誘うのをメインにするのか。まずはフォア打ちから、ちょっと見せていただきたいと思います。本当に超初心者の方向けということなので、まあ姿勢だったり、あとはグリップだったり、あとはその足のスタンス、まあ重心とか、まあいろいろ気になるところあると思うんですけども、まあ大体初心者の方がここを押さえとけばうまくいくっていうのをちょっと紹介できればなと思ってます。足がいくとしたら、スタンス、男性と女性の肩幅近づいてくると思うんですけど、自分の肩幅よりちょっと広めに、まあ最低でも同じぐらいで、できれば若干広めに広げる感じで、で力の入れ方なんですけど、つま先の方にちょっとこう。こういう感じで指の方にギュッと掴むような、地面を掴むような感じで十分です。で、かかとはこういうふうに上げる必要はないので、こうまっすぐ立てて指の方、地面をギュッとその掴むことによって結構前傾姿勢になるんですよ。それぐらいで十分です。で、掴んでさらにかかとを上げていくと、もうかなり前かがみになるので、重心が不安定になるものこうなるので、だから基本はもう掴む、指の地面を掴んでるだけでいいと思います。かかともじゃついてていい？ついてていいです。あとラケットのグリップの方なんですけど、これものすごく大事で、これからフォアがうまいかバックがうまくなるか、それも影響されるぐらいすごく大事なグリップなんですけど、私右利きなんですけど、左手こう持ってたら親指と人差し指、この真ん中の部分を挟む感じで、そのちょうど親指と人差し指のこの溝の部分がこのラケットのこの部分にほぼはめる感じ、まっすぐ、これは正動派なんです。で、伸ばせばほぼまっすぐ、で、この溝の部分が少し内側に入ると、人差し指側の方に入る、あ、そうですそうです、これはバックグリップで言って、バック得意になるとどんどんこういうグリップになります。で、この溝の部分を外側にずらすと、これはフォアグリップと言います。フォアハンド得意な選手は多少こっちの方にずれる方が多くて、これはこれからやっていくうちにフォアとバック両方平均にするパターンは多分少なくて、どっちか多分得意になるはずなんだけど、特に女子の方はやっぱバックが得意な方が多いので、10人いたら7人が8人ぐらいバックが得意な方多分多いと思うから、大体まっすぐより若干バックグリップの方が多いです。だからまっすぐが若干内側でも構わない。じゃあ一応3つ持ち方があって、正統派のまっすぐの持ち方と、あと人差し指側に少しこう寄せるようなバックグリップ、そうです。あともう一つは親指側にちょっと寄せるようなフォアグリップっていう3つがあって、まあおすすめは正統派から若干バックグリップでもいいんじゃないですか。そうですね。おすすめはまず正統派の方が無難かな。で、これからフォアとバック、自分がやりやすい方、得意な方にこうグリップは変わっていくと思うので、最初は正統派でいいです。正統派でスタートするべきということで、台と体の立ち位置、例えば距離だったりとか、右左っていう、基本位置はラケット1個分くらいの、1個分よりちょっとこれ距離としてはラケット1個分よりは若干 1.5 ぐらいの距離ぐらいでいいと思います。最初やっぱ相手の力を利用してやるので、最初はラケット持ってスタートも OK、 グリップも OK、 それで下がってる感じだと結構やりづらくなるので、台の若干近い方がいいかなと思います。最初はラケット1個分で思っていただければいいかなと思います。フォア打ちなんですけど、フォア側に体がいた方がいいのか、まあ真ん中に体があった方がいいのか、バック側にあった方がいいのかっていうのは。すごいいい質問です。真ん中ですね。真ん中。はい。なるほど。体真ん中でいいんですか。はい、真ん中ぐらいでいいと思います。フォア打ち、フォアの方に寄る方多くて、これだと大体フォアのボールこれに来るので、そうすると詰まって全部ミドルになってしまうんです。打ちづらくなる。打ちづらくなる。しかも。このフォアの方が詰まっててバックが遠いです。なるほど、はい、だからフォアハンド練習やりながらでも、いつバックに来てもすぐバックの方にブロックとか取れるような位置の方がベストだから、大体真ん中ぐらいでラケットを伸ばせばちょうどフォアの位置になる感じで、結構最初レジスの方も多くて、結構こう打ちによってこうやってる方が多いんですよね、だからそうすると落ちてる感じになってしまう。はい、じゃあ今後、まあそのバックとフォアの切り返しとか後で出てくるかもしれないですけど、そういったものにつなげていくためにも、フォア側でフォアを打つんじゃなくて、真ん中に行ってフォアを始めた方が後々にも良くなるという。基本真ん中、まあ、やりづらかったら、まあ、真ん中より若干フォアより、まあ、基本は体の位置に真ん中の線に近いところがいいです。フォームに今度入っていきたいと思うんですけど、上半身の使い方としてはどうですか。そうですね、上半身に関しては、ラケットは本当にまあ用意どんで走るような体勢で、ちょっとこう少し持ち上げる感じで体の真ん中に持ってきて、でそれで体がちょっとだけ右の方に寄せると、こう手であまりやらないで体で寄せると、もうバックスイングも出来上がってるので、大事なのはラケットの面なんですよね、もうほぼ真横ぐらいでいいと思います。最初上に上げるのは絶対ダメです。これはないですね。いい物にならない限りないので、まっすぐで、これから少しドライブを覚える時には若干かぶせる感じなんですけど、基本は最初は真正面でボールがラケットにパッて当たるだけで跳ねて返せるぐらいの角度の方が無難かなと思います。体でこう引く、まあちょっと回しながら引いて、でじゃあ自分から見たらどっちかの面が見えてる状態じゃなくて、サイドラインがちょうどまっすぐ見えてるぐらいがまあベストかな。例えばフォア目が赤だったら、赤の面ほぼ相手の方に向けてる感覚がいいです。なるほど。バックもそうなんです。黒い面が相手の方に向けるのがいいです。これはまず最初と。そうですね。はい。じゃあ、あと下半身の使い方としてはどういうイメージですか。重心移動だったりとか。そうですね、最初はあまり移動しない方がいいかな。最初まあ素振りはこう重心移動やるんですけど、やっぱそのやる時には多分これが入るとリズムも取れない感じで、取りづらいですよね。すごく最初ブロックの練習に入る感じで、本当動かないでボールが来たらそのままラケット当たって弾んでこう返せるぐらいの角度にして、でそれから体でほんの少しリズムを取る感じ、相手が出してるボールのリズムを乗る感じで、どっちの足にのけるんじゃなくて、ちょっとこう少しリズムを取ってる感じで、膝の方で上下取ってるような感覚でいいと思います。じゃあ足自体はさっき言ったようにちょっと地面をつかむぐらいの意識だけで、とにかく安定させとくと。そうですそうです。最初からこうあまり重心移動していくと結構変なフォームになりやすいのですごくこうずらして、いやここら辺が安定してないから、重心移動してしまうとやっぱちょっとすごい不安定になるので、やっぱ最初こう綺麗なフォームにするにはやっぱ最初の形がものすごく大事なので、いっぱい振らないで合わせるだけで、でリズムを取って持っていく。でほとんど台にはめることできるようになったら少しずつ体で持っていく感じで、最初は本当もう重心移動しないでそのままリズムだけで返した方がおすすめです。まあ大体安定して何球ぐらいラリーができれば、まあある程度できたってことなんですかね。長球で遊ぶ程度だったら20球30球ぐらいで、30球ぐらいつながれば、そうですね。で選手を目指していくと、まあ最低100ですね。100本ラリーってやつですね。基本は1000本です。1000本ラリー。1000本ラリーやりました。自分の子供たち2人とも結構やってて、自分もやってたので、まあ基本は1000本ラリーをこなしていく。それも超上級者目指していくような。そうですそうです。はい。子供たちになるともうできれば100回目指して、本当にこうどんな形でもリズムを取って100回で。ノーミス練習というのはものすごく大事。ラケットとボールの距離、どれくらいの距離で自分がコントロールできるか、その感覚は身につくので、だからこれから何をやるにしてもボールとの距離全部大事になってくるので、その距離感掴むことができるので、最初は無茶打ちしないで本当ノーミス練習おすすめです。なるほど。まあペースとしてはそのすごい速くってわけじゃなくていいってことですか？あ、そうです。ゆっくりめでもいいです。ゆっくりでもいいから、リズムをとってとりあえずミスしないで、まず20球30球ぐらいつながるようになったら、まあ次体をちょっと少しずつ使いつつ、できれば100回を目指してやるといいと。その20球30球ものすごく難しいというのは、皆さん特にレディースの方だとこうコーチ、その個人レッスンとか、まさこに慣れてる生徒さんもたくさんいらっしゃると思うので、多分コーチでやるとすぐできちゃうんですよね。そうですね。最初の1日になると、っていうのは自分たちがこうフォローしている感じじゃないですか。だからその20球30球が、自分じゃなくてコーチとじゃなくて、お互いにそんなにうまくない老師で初心者同士、そうです。それで20球30球で、コーチとは多分最初だけで思った日から20球30球1時間でできちゃうと思うんですよ、だけど他のお友達でやってたらまだ23球しか続かないと思う。じゃあそういう人たちが逆に20球つながるためには、お互いこう何を約束してやるというか守ってやれば20球30球いけるんですかね？お互いにリズムを合わせる感じで、リズムを合わせる、相手にやりやすいボールを送る感じで、もう協力作業なので、自分が気持ちよく打つんじゃなくて、相手が打ちやすいボールを打ちやすいコース、それでもう練習やっていくしかないです。あ、じゃあ力加減とか、あとリズム、いわゆる呼吸みたいなものもお互い合わせながら、まあ20球30球目指そうっていうのを目的に取り組んでもらえれば、まあできる可能性がある。そうですね。これちょっと時間かかると思うんですけど、お互いにコントロールがまだできない状態なのでちょっと時間かかる。例えば今日は2人で5回までつなげよう、で次の日は7回とか10回とか少しずつプラスしていけばいいと思います。なるほど。で実際にちょっと練習メニューというか、ちょっと簡単なメニューでいいので、本当一番最初にやるべきそのフォア打ちのメニューをいくつか紹介してもらえればと思うんですけど、中国でよくやってたのは、フォアハンドのクロス打ちなんだけど、で最初ラウタムするときに大体2分でもいいし3分でもいいので、うちの時3分だったかな、フォアクロスでバックの方のこっちのクロスとこっちのストレートとこっちの線のストレート、この4つの線は必ずやります。これ毎日の最初のラウタムから取り入れているので、フォアハンドでどんな角度でもどこの位置でもどのコースでも自由自在に打てるための感覚の練習です。じゃあこれ4つの線を練習できれば、まあ全部の場所でフォア打ちがまんべんなく練習できるっていうことですね？そうです。じゃあ実際に最初はちょっとこっちの方クロスゆっくりで、もう一つラケットと顔の距離にできるだけ近づくのがおすすめです。結構みんなこう重心が高くてラケットが低くて、こういうふうに離れてる方多いですね、すごく。ラケットと最初からラケット顔の横にラケットが来るような感じ、顔をちょっと縮める感じでラケットを顔に縮めながら、こう高さちょっとこうほぼ同じぐらい、若干高い位置の方がやりやすいです。なるほど。でこうなるとすごく最初の初球団体だとすごくやりづらいので、高い位置で、本当合わせる感じ、ゆっくりでリズムとって、最初は多分これもできないからこんな感じになると思う、こういう感じ、これぐらいでいいです。とりあえずリズムを取ることと、目はね出してボール触ったら跳ねて返せる。でこういうふうにかぶせるともう絶対入れないから、こう目に上げるとこう持ち手高くなるので、まずこの面を安定させてリズムをとって、まず楽しく温泉だけじゃないけどこのラリーがつなぐ、最初はリズムに合わせてラリーを楽しむことは卓球の楽しさなのでね、ラリーが相手と行ったり来たりラリーができるようになるとやっぱすごく楽しくなるので、卓球をまだやりたいって思ってしまうので。でもっと上の方に行くとやっぱリズム合わせるよりも相手のリズムを外すとか、そういう感じになるんだけど、最初はリズム合わせるで、合わせるの苦手な方もいるんですよね、だからこう合わせることがすごく大事です。なるほど。顔から離れてるとちょっとやっぱ腕伸びちゃったり力力みんじゃったりするけど、ちょっとやっぱ顔とラケット近づくと自然と手もこう曲がって力抜けてきれいに。最初は打てるようになってきた。そうですね。前出してた重心運動のやつ、っていうのは素振りの時の、ね、精神になるための、あれをもうどんどんやっても大丈夫。ただ最初だけど持ち始めるとこれをやっていくと多分空振りばかりだと思うんですね。まずリズムが取れないので、だから逆に動かないでこう。ちょっとリズムだけで取ってあげやった方が簡単にできる。はい。こっちだと向きも変わるので、だからこういうふうに回ってるとやっぱちょっとストレートにこう行きやすくてクロス行きづらいですよね。だから相手の方でこうなんて言ったらお尻がちょっとこうこの線のラインの横に向ける感じぐらい。真横じゃないけど、まあこう斜め横。じゃあ完全に台から外出ちゃっていいんですか？あ、そうですそうです。回り込んだ後みたいな。そうですそうです。まあこれから回り込みもやるんだけど、まあその手前の技術。はい。このこれも合わせるだけでいい。はい。これも大体まあその中国を場所によって。で回数で決められて、例えばこっちのコース100回こっちのコース100回100回ずつ全部で400、でっていうのをもうところもあるんですよ、でうちのところはまあ3分ぐらい3分で時間で区切ってこうやってる感じ、これは部活とかもでも全然いいと思います。はい。50でミスしたら次51回目からスタートして100を目指すでもいいです。あ、そうですそうです。ノミスじゃなくても全然いいので、ノミスだと終わらない可能性があるから、時間で区切るのと、あとまあ100みんなで100ミスしても続けて数えて100でいいと思います。そうすると部活やってたらまあ管理しやすいというか、いっぺんに終わるから。なるほど。はい。一人は回り込んだ場所で、もう一人は一番最初の真ん中に体がある。はい、そうです。クロス打つときは若干こうしてたので、ストレートは少し腰に打ちやすいようにちょっと向けている。多少若干変えてるわけです。はい。あとクロスの線は両方のクロスの線は長いので、こっちストレートの方が短くなるので、そこの手加減も。ってことは人によってそのやりやすい向きとかっていうのは必ずあるから、それを探すための練習にもなる。そうですそうです。自分がやりやすいようになればいいと思います。なるほど。はい。こっちの方が線がストレートを打ちたいから、クロスみたいに思いっきりやるとオーバーミスしやすいので、若干控えめにあと前腕を折る感じで。今度私が一番最初に戻る。なるほど。はい。ここからもストレート。いわゆるこう2回転のコースがないように。フォアはクロス打てるけど、真ん中を打てるけど、ストレート打てないとか、相手がバック弱かったら、こっちの線が弱かったら、自分が打てなかったら損ですよね。はい。なるほど。これまさに今お互いが練習になっている状態ですもんね。あ、そうです。はい。感覚とコースのチェック。何十年もやってるから、まあ簡単にできるような感じなんだけど、小級の方はものすごく難しい。多分すごくバラバラになると思う。だから同じところに、同じリズムで同じところにはめることが大事です。最初。中学生高校生よくやってるのはその YouTube 今みんなこう出てるんじゃないですか。だからそれを見るんですよね。出来上がってる選手、すごい上級じゃ世界のトップとか見て真似していく。だけど完成品を見てるので、最初からそれを真似してほしくないですよね。最初からもう中身が超えなくて、最初からバーンバーン、もう形は似てるんです。ただ空振りばかりです。ボールを持つ感覚も全くなくて。いつもカードに当たるか、石がバチからボール、だからその最初はやっぱこれをノーミスで練習絶対やった方が損はないです。なるほど。まあじゃあそういうのも練習すれば、その真似したものがうまくなって入るようになってくる。必ずこの基礎練習っていうのを入れた方がいい。必ず入れながらやらないと。そうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。また見てね。じゃあじゃあ。